普段通りで、はい、本当にテレビで見ない日がなくてですね、最近私はい、子供がいるもので、はい、Eテレばっかり見てるんですけれども、Eテレにも出てくるじゃないですか。そうですね。ニャルビッシュさんは。そうですよ。僕は出ないんですけど、僕もたまに別の番組で出させてもらってますけれども、はい、いや、ニャルビッシュ人気すごいですね。そうですね。白い、お化けみたいな顔は受け入れられてるんですか？息子さん、娘さんと。最初はね、度肝抜かれてましたけど、受け入れてます、結果として。そうなんですか。はい。お風呂スキーと同じぐらいの位置づけで。じゃあなんか、それはすごい刺さりっぷりだ。すごい変わってきてるんですね。最初は、ダルビッシュ賢治の白塗りメイクは子供に泣かれるっていう笑いだったんですけれども、はいはい、今もう受け入れられてるんですね。お母さん方の方にも刺さってるかもしれないですね。そうなんだ。ああ、なるほど。今、イケメンを浴びたいっていう人たちたくさんいますから。まあ、白塗りがイケメンと映るのかどうか。いやいや、ゴールデンボンバーの見方も変わったもんですね。いつか、おぎるねさんに語っていただきたいんですよね。アイドル化するビジュアル系バンドっていうテーマ。